はい。今回は、1987年、福島県いわき市の病院で、診察に来た妊婦と人工中絶の女性とを間違えて手術して、4ヶ月の胎児の尊い命を奪うというショッキングな事件についてご紹介します。1987年、昭和62年9月21日、福島県いわき市の某総合病院で、信じられないような患者取り違え事故が起きた。被害に遭ったのは、いわき市の A 子さん28歳。A 子さんは8月7日、同病院を訪れ、初めての妊娠を知らされた。ところが、9月2日になって、職場で突然腹部に痛みが走ったため病院に行き、切迫流産注意の診断を受けたため、そのまま同病院に2週間入院し、さらに1週間自宅で療養した。9月21日午前9時ごろ、経過を見てもらうため、A 子さんは同病院の産婦人科の外来を訪れたが、これが悲劇の始まりとなる。A 子さんが訪問する前の午前8時半ごろ、かねてから人工中絶することになっていた同性の B 子さん27歳は、看護師から手術に備えての前頭薬を与えられた。 B 子さんは診療室内のベッドで横になって休んでいたが、9時ごろになってトイレに立った。そして B 子さんに投薬した看護師もカルテの整理のためその場を離れたところで仕事をしていた。手術の時間が迫り、 B 子さんがベッドにいなかったため、別の看護師が待合室まで行き、B 子さんの名字を数回呼んだ。同じ名字だ、私のことかな。周りの様子を見ていた A 子さんは自分だと思い、立ち上がって診察室に入り、中に入ると別の看護師がいて、 A 子さんは言われるままに従って措置台の上に乗った。診察台は患者の羞恥心を減らすためカーテンで仕切られており、医師から患者の顔が見えないようになっていた。担当医師36歳は子宮の大きさを触診で調べたが、本人確認をしないまま点滴と局部麻酔をした。いつもの診察と違うため不審に思った A 子さんが、何の治療をしているんですかこれと聞くと、医師は、え、〇〇さんでしょ、はいと A 子さん、じゃあいいんですよと医師が言うと、 A 子さんがさらに、でも私〇〇 A 子ですよとフルネームを言った。驚いた医師はそこで初めて人違いに気づいたが、胎児はすでに3分の1ほど書き出されていた。間違って中絶されたことに気づき、 A 子さんは大声で、こんなことあまりにもひどい、人を間違えるなんてどうしてくれるの、人殺しと叫んだ。看護師は思わず A 子さんの口を手で押さえてしまったという。死亡診断書には9時15分と記入されていた。ミスを犯した担当医師は9年の経験があったが、よく確認せず漫然と手術をしてしまった、深く反省していると過失を認めて謝罪。病院側も医療以前の初歩的なミスが重なって起きたと過失を認め陳謝した。この医療ミスを受けて市が調査したところ、同病院のずさんな病院運営の実態が明らかとなった。同病院は医師と看護師合わせて600人を要する浜通り有数の病院で、1日平均約1200人の外来患者が訪れていた。ところが全医師を対象とした医局会議は月1回開かれてはいたが、集まるのは半数以下で、内部連絡はないのと同じ状態であった。1日1000人以上の患者が訪れる大病院で、会議がないのは医師の意思疎通を欠くという見方があり、病院の管理運営の根本的な欠陥が指摘された。また病院側は間違って手術した後、 A 子さん夫妻にできたら内密にしてほしいと要望し、 A 子さんが退院するまでに3回にわたって流産したことにしてほしいと頼んでいたことが明らかになった。しかし夫妻はこれに応じず、誤診で中絶との診断書となった。これについて同病院の院長と産婦人科部長は、ごまかすつもりはなかった、ただ4ヶ月の胎児の場合だと埋葬などの問題が出てくるので、被害者のためを持って行ったと釈明した。被害に遭った A 子さんは前年、
結婚したばかりで、翌年3月予定の出産を楽しみにしていた。一方の B 子さんは妊娠7週目、風疹に罹患したため胎児に異常が生じるのを恐れ、この日中絶手術をする予定だった。 A 子さんは、看護師の中には私が入院している時に検温や食事を運んでくれて顔を知っている人もいました。なぜ気づいてくれなかったのか、そうすれば過ちは起きなかったのに、悔やんでも悔やみきれません。患者を人間として扱っているとは思えない。まるで品物と考えているのではないでしょうか。もう二度とあの病院に行く気はしません。私の子には〇〇と名付けて埋葬しました、と涙ながらに語った。1987年11月25日、いわき市は担当医師を諭旨免職とした。1989年12月28日、福島地検いわき支部は担当医師を業務上過失致死傷害の疑いでいわき簡裁に略式起訴した。担当医師はすでに社会的制裁を受け、またいわき市と被害者の間で慰謝料1000万円で和解が成立。被害者もその後女児が誕生していることから略式起訴とした。また手術を手伝った看護師3人のうち2人は起訴猶予処分、見習い看護師を嫌疑なしとして不起訴処分とした。同病院では本件の前年に心臓血管外科の副院長と麻酔科の副院長が手術に関しての意見の食い違いから対立。同外科副院長の担当する手術を麻酔科が拒み、1年以上にわたって心臓血管外科の重大手術がストップするという不祥事が起きていた。本件発生の翌月には、同病院の看護技師の男 M、 23歳が窃盗1件、恐喝3件、詐欺5件の容疑で逮捕された。 M は民家の軒下に干してあった女性用下着を盗んだほか、同病院のカルテなどで女性患者の電話番号を探し出し、爆破されなくなかったら下着を持ってこいと脅し取っていた。また保健所職員を装って、あなたの娘さんの友達が伝染病にかかっている疑いがあり、娘さんも感染しているかもしれない、検査しますから至急娘さんの下着を持ってきてくださいとデタラメな電話をかけ、下着を騙し取るなど、来院患者の女性数人に数ヶ月間にわたって脅迫電話をかけていた。いわき中央署は市内の女性から伝染病を語り下着を要求する偽電話の通報が相次いだため内定。聞き込み捜査で犯人の指定場所をうろついていた車を見たという目撃者の話から M を割り出した。 M の自宅を捜索したところ、女性の下着など百数十点の証拠品が見つかった。同僚の話では、勤務態度は真面目で不祥事を起こすような人間には見えなかったという。1988年1月、詐欺、脅迫、窃盗の罪に問われた M 被告の判決公判が福島地裁いわき支部で開かれ、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決となった。裁判長は、被害者に与えた精神的苦痛は計り知れないが示談が成立している、被告も懲戒免職となり社会的制裁を受けていると判決理由を述べた。はい、まず患者さんを救うためにですね、日々最善を尽くしてくださる医療従事者の皆様方はとても感謝しております。人間どれだけ注意を払っていても、ふとした瞬間に、ヒューマンエラーを起こしてしまうことはあると思いますし、これ今から30年以上の前のことなので、ちょっとわかんないんですけど、当時の医療体制が比較的今より緩かったこともあったのかもしれないですね。ただ本件に関しては絶対にあってはならない医療ミスといいますか、医療以前の業務上のミスですよね。本当にこれはやるせないですね。A 子さんをはじめご家族の皆様がどんなにおつらかったことか、心中をお察しいたします。